マサハルさん、寝転がるのと椅子に座るのはどちらの方が体に悪いですか？椅子に座るのが体に悪いとはよく聞きますが、寝転がる方はあまり聞きませんので気になりました。私は疲れた場合は椅子に座るか寝転がりたいです。何分寝転がるかにもよると思いますけどね。椅子に座るのも寝転がるのも同じでしょうね。立つってことが重要なんですね。立つことで立つための筋肉をものすごく使っています。姿勢を保持する筋肉をものすごく使っています。そして姿勢を保持する筋肉をコントロールするのがセロトニンですね。だから姿勢よく立ってるだけでセロトニンが活性化していくわけですね。転がっている時はセロトニンは活性化しないわけですね。リズム運動をしたり歩いたり運動することでセロトニンは活性化していくわけですから、椅子に座っていても寝転がっていてもセロトニンは活性化しませんが、こうやって直立運動で立っているだけでセロトニンは活性化していくし、今のように歩きながら散歩することによってセロトニンは活性化していくわけですね。そういったことで言うと、寝転がるのも椅子に座ってももう変わらない。むしろ寝転がっている方が使っている筋肉の量と筋肉の状態っていうのは少ないですから、座っているとそれなりにまだ背筋を伸ばす筋肉っていうのがね使われると思うんですけど、それすら使わないわけだから、寝転がってる方が体に悪いでしょうね。メンタルを良くするためとか頭を良くするために重要なのは日中の活動量を増やすってことです。日中の活動量を増やすっていうのは、寝転がってるよりは歩こうと、ちょこちょこ動こうと、家事でもいいですし部屋の片付けでもいいです。外に出るともっといいし、外散歩するともっといいし、いろいろな体を動かす活動をねするといいです。なので運動ができなくてもいいんだけど、外に出てちょっとガーデニングみたいのをするのもしないのと比べるとめっちゃいいわけですね。家の中で横になって寝転がってるのが非常に良くないです。外に出て太陽の光を浴びたり、ガーデニングみたいなものを運動ではないけども外に出て太陽の光を浴びてるわけだから、朝に限らず外に出る時間が多い方がメンタルにはいいんですね。最近そういうことが言われてます。日中の活動量を増やす、日中外での活動時間を増やすってことが実は体内時計を整えたり睡眠を整えたりする意味で非常に重要になってまいりますね。なので寝転がってる時間を減らすということがいいと思います。どうしても疲れた時にね横になるというのは仕方がないので、まあそれは休憩をしているということですね。できるだけ深い睡眠をしっかりととってですね、朝散歩などを定期的に入れながら疲れない体というものを作っててほしいなと思います。疲れない体が出来上がってきてるっていうことはメンタルの状態がすごくいいということです。健康な人におかれましても最近ちょっと疲れが溜まってるなというふうに思う、そういう人はですねメンタルの状態が悪いというふうになりますよね。脳疲労ですよというふうになります。ということも踏まえまして皆さんぜひですね、朝散歩をしたり日中の活動量を増やすということをしていってほしいなと思います。長時間座り続けると寿命が縮む。精神科医川沢志音のカバチャンネル、今日は質問いただいています。 B フラットさん、18歳男性、こんにちは。毎日椅子に座る時間が長く足が痛くなったり冷えを感じてしまいますが、どんな対策をしたらよろしいでしょうか、というですね質問ですね。まあ、座る時間が長いということですね。この方の質問で思い出したんですけど、長時間座るとですね寿命が縮むっていう研究があるんですね。10年から20年1日6時間座る生活を続けると7年間分寿命が縮まるっていう研究があります。他にもいろいろ類似研究があるんですけど、基本的に1日例えば3時間以上座るような仕事をしている人の場合、寿命が縮まったりいろいろな病気になる確率が高いという報告がたくさん出ていますね。でもう一つ恐ろしいことで、いや私ジムに通って運動していますので大丈夫ですっていうふうに思うと思うんですね。私なんかもそうですけども、座る時間長いんですけどジムで週 4,5 回運動してるんですけど、既存の研究ですと座る時間が長い人の場合、運動してる人と運動してない人に分けてもですね寿命の短縮に効果がないっていう結果が出てるんですね。つまりジム通いをしても長時間座ってる部分の負債を埋め合わすことはできないっていう、そういう恐ろしい結果が出ています。あるいはいろんな研究があるんですけど、座って3時間経つと血管が 50% 収縮し血の流れが悪くなるとかですね、座りっぱなしでいるとインシュリンがグルコースを吸収する率が 40% 下がって糖尿病になりやすいとかですね、まあ、いろんな弊害をもたらすんですね。先ほどの人の場合足の冷えを感じるということでしたけど、今言いましたように長時間座っていると血流が悪くなってきますので、そういう症状というのが出てくるということですよね。じゃあそうなった場合どうすればいいのかということですけど、30分から1時間おきに必ず1回立ち上がって軽いストレッチや運動、あるいはちょっと散歩というか、あるいはまあトイレに行ったりですね、ちょっと自動販売機まで行ったりとかですね、コピー機のとこまで歩いて行ったりとかですね、そういったことでもいいんですけど、とにかく30分から60分に1回ぐらいは立ち上がらないといけませんよというようなことが別な研究で出ています。ということで、とにかく座りっぱなしで、まあ、私なんかも集中すると本当に1時間半とか2時間ぐらいずっと座りっぱなしでね、実はそれっていうのは体に悪いと、足の血流とか運動不足であるとかいろいろな原因が複合的に関係していると思うんですが、長時間座り続けるというのは非常に健康に悪いということがありますので、少し疲れたなと思った時はですね、まず立ち上がってその辺を歩いたりするっていうようなことを随時随時に入れていくということで、長時間で寿命が縮むというリスクを減らすことができるということなので、長時間座り続けるというのはね、あんまり良くないということは覚えておいて損はないんじゃないかなと思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。散歩する体力もありませんの対処法。
精神科医カバサワションのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。鳥間屋さん、41歳女性。体力をつけるための体力がありません。体力をつけようと筋トレを始めましたが、筋肉痛がしんどくて続きません。どうするべきでしょうか。例えば朝散歩してくださいとかね、1日15分ぐらいの散歩をしてくださいって言うと、体力がありません、あるいは鬱がひどくてできませんとか、対人恐怖が強いので人と会いたくないので家から一歩も出れませんという方が結構多いですね。まあ、症状が初期というか、症状が非常に重たい時期においては、まあそれもしょうがないのかなというふうに思ったりもします。あるいはやっぱりある程度回復して精神的には落ち着いてきたけども、やっぱり体力が追いつかないからちょっと運動は難しいですとか、あるいは本当に5分も歩いたら息が切れてしまいますとかいうことっていうのは多いです。なので、まあ、例えばいつも私が言ってる朝散歩しましょうね、1日15分、15分無理だったら5分でもいいですよって言ってるんだけど、5分の朝散歩もできませんっていう方は結構多いんですね。でそれに対するアドバイスっていうのをちょっと詳しくお話していきたいと思うんですけども、まあ、体力がなくて外に出れないっていうのは病気のプロセスの中では仕方がないんですけども、どういうふうにじゃあ病気って治っていくのかっていうと、ある程度動けるようになる、ある程度散歩できるようになる、外出等も普通にできるようになる、人と会って普通に話せるようになる、30分1時間外出してもそんなに疲れないようになるっていうことができていかないと、まあ、例えば社会復帰といったところにおいて職場で復帰するとか、また何がしかの仕事をしていくってことは不可能ですよね。家から一歩も出る体力がないという人がいきなり次の日から職場復帰することは不可能ですよね。アルバイトすることも不可能ですよね。だから今非常に悪い状態がある、それは仕方がない。だけど元気な状態があった時に少しずつでもいいから体力をつけていくということ、あるいは活動できるようになっていくということ、あるいは外出する時間を長く取れるようになっていくということは不可欠ですね。5年間療養しても体力がなければ仕事復帰することはこれは不可能としか言いようがないですね。だから少しずつ活動できるようになるし、少しずつ疲れないように少しずつ体力をつけていくということが、メンタル疾患を治していく上で、そして社会復帰していく上で不可欠です。絶対に必要なことであるということですね。もう一つ、運動っていうのが脳にものすごくいい、これ私いつも言ってることですけど、たった15分ぐらい散歩するだけでセロトニンというものがものすごく活性化します。やはり最近は言われているのは運動療法といって、まあ、45分から60分ぐらいの中強度以上の有酸素運動を週に3回ぐらいやると、抗うつ薬とほぼ同程度、あるいはそれ以上の治療効果が得られるっていうのが運動療法ですね。まあ、一言で言うと、運動するとメンタル疾患は治りますっていうのが最新の科学的な研究です。薬物療法と同程度に運動というのは効くということですから、運動するとメンタル疾患はものすごく治りますよと、ざっくり言うとそうなりますね。ということを踏まえた上で、今あなたはあんまり運動ができない状態がありますけど、どうしますか。運動しないでいつまでもずっと家にいて治らない状態を何年も何年もやりますか、それともまあ少し頑張りながらぼちぼち動きながら回復を目指していきますかっていうことなんですね。体力がない人が運動するっていうのは大変なんですよ。それは、疲れやすいし非常に大変だと思います。だけどリハビリテーションってやっぱ大変なものなんで、そんな楽して病気なんて治るはずがないので、疲れやすいから運動できませんって言ったら、ああそうですかとしか言いようがないですね。いつまで経っても治らないだけなんですけどねっていうことになるだけなのです。病気を治すっていうのはそう簡単なものではなく、ものすごい苦労と大変な努力を積み重ねてようやく治っていくものですから、まあせめて運動ぐらいはしてほしいよねというふうに私は思います。まあ逆に言うと、散歩もできない人はまあ永久に治らないよね。それは家から一歩も出ない人がある日突然目が覚めたり良くなってるってことは、まあおそらくありえないことだと思うので、少しずつ活動範囲を広げていくっていうことが病気を治していくということそのものになります。セロトニンが整ったり運動療法の効果で脳内物質が整いますから、メンタル疾患っていうのは治療に向かってきます。だから運動すればするほどメンタル疾患は治りやすいし、運動しない人はいつまでたっても治らないっていうのが一つの運動とメンタル疾患の治り方ということになります。そういったことの中で、今あなたができるのであれば、例えば5分散歩できるのであれば5分散歩するし、5分もできなければ1分でもいいし、あとよくお年寄りの人とかがもう3分歩いただけで息が切れてもう3分休まないと歩けませんっていう方なんだけど、その場合においては10分ぐらい外で散歩して戻ってきたらすごいいい運動なはずなんですよ。その人にとってのきつい運動になるのでね。ちょいムズっていうのがすごく重要で、簡単すぎても効果はないけども、ややきついなとかちょっと大変だなっていうのがちょいムズですね。そういう運動であるとかタスクというものが脳に非常にいい効果をもたらします。
なんでチョギムズちょっと大変って思えるぐらいの運動を少しずつやっていくっていうこと、これがメンタル疾患を治していく上で、まあ、絶対に不可欠なことだと私は思いますので、できる範囲でいいので、今自分がここまでできるんだったらそのちょっと上ぐらいの部分をやっていくと、こう階段を上るようにちょっとずつちょっとずつこう回復に向かっていけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっときついぐらいの運動をなんとか頑張りながらやっていくというのがメンタル疾患を治していくことになります。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。リンリンランランさん、67歳女性。運動は嫌いです。近くのアウトレットで C ショップなら長い時間歩けます。ショップを見ながら歩くってこと？ただ汗をかく負荷運動でなく、ダラダラと歩くので効果はありますか？運動というものはやればやっただけ効果があります。負荷の高い運動をすればそれだけ効果が高いです。運動の種類ごとどうなのっていうのもあるけど、最近の研究では運動の種類に関わらず運動の効果っていうのはすごくありますよっていう研究が多いです。少なくとも脳に対する運動の効果としましては、有酸素運動でも筋トレでも、あとヨガでも太極拳のようなものでも何でも脳に対する効果があるっていう研究が出てますね。ですからより大きく効果を出したいのであれば、いわゆる私がいつも言って中強度以上の運動、私だとスポーツジムに行ってエアロビクスみたいな、ドクササイズみたいなのを45分すると結構ヘロヘロになって、汗もがっつり出て、いやいい運動したわ、爽やかだって気持ちになります。中強度以上の汗を流すような運動を30分以上行いますと、ドーパミンが出ます、エンドルフィンも出ます、幸福物質ですね、いずれもね。そして BDNF という脳の肥料となる脳を成長させる物質も出ます。あと成長ホルモンもかなりたっぷり出ます。なので30分以上、できれば45分から60分ぐらいするともっといいんですけども、中強度以上の汗を流すような激しめの運動を45分から60分すると、今言ったようなドーパミン、エンドルフィン、そして脳の肥やし BDNF、 疲れを取り除く成長ホルモン、こういったものがたっぷり出ます。10分歩いただけでもドーパミンは出るんです。 BDNF も出るそうです。だけどそれは多分少ない。30分普通に散歩しただけでもドーパミンも出ますし BDNF も出ます。でもまあそれはまあまあぼちぼち。さっき言ったように中強度以上の有酸素運動を30分45分やるとドカーンと出ます。どっちがいいですかっていう話ですね。だから運動の強度が高ければたくさん出るし、運動時間が長ければたくさん出ますね。なので同じ30分同じ45分でよりたくさんの BDNF や成長ホルモンを出したいとしたならば、やや負荷が高いような運動をした方がタイムパフォーマンスはいいと思います。ただ普通に歩いてても出ます。でも大量には出ないでしょう、おそらくはね。なのでいつも言ってるように、睡眠運動朝散歩の運動と朝散歩を分けてるのは、運動というものは中強度以上の汗を流すようなやや激しめの運動を45分ぐらいしなさいっていう意味での睡眠運動朝散歩の運動ですね。なのでこれをやると頭が良くなるし、成長ホルモンも出て疲れも取るし、成長ホルモンって若返りのホルモンでもあるので、若返ったりかまさめと肌がツヤツヤになったりするという効果も出ますけども、ゆっくり歩いてるとそれの効果はなくはないけど緩いよと、どっちがいいですかっていうことになりますね。運動の効果はね、例えば家事、皆さん主婦の方でね、掃除したり洗濯したりってことで細かま動いてるだけでも運動の効果っていうのは得られるってことは分かっていますので、小さな運動、短い運動、負荷が弱い運動でも運動の効果は出ます。ですが負荷が大きい方がより多くの、さっき言ったように脳に良い脳内物質が大量に出るので、皆さんどっちがいいか考えて自分に合った運動を選ばれるといいのではないでしょうか。